午前9時、京都市内のホテル。愛知県瀬戸市出身の藤井七冠が永瀬拓矢王座に挑戦する王座戦五番勝負の第4局が始まりました。始めてください。王座は藤井七冠が唯一保持していないタイトルで、藤井七冠はここまで2勝1敗。今日勝てば前人未到の8大タイトル独占です。皆さんにこうして祝っていただいて、本当に今プロになったなということを実感しているところです。2016年、史上最年少14歳2ヶ月でプロ棋士になった藤井聡太、当時四段の祝賀会。東海地区にタイトルを持って帰る、ぜひそれを一刻も早く実現できるように日々精進していきたいと思っています。その言葉通り、最年少記録を次々と塗り替えていきます。プロ入り4年後に棋聖、王位のタイトルを獲得。その後も叡王、竜王、王将と10代で五冠を達成しました。今年に入り棋王、そして念願の名人も獲得。プロ入り後たった7年間で7つのタイトルを獲得してきた藤井七冠。挑戦できるというのは、貴重な機会だと思うので、しっかり、そうですね、全力を、尽くしたいと思います。対する永瀬王座は、今回防衛すれば史上3人目の名誉王座の永世称号を獲得。この第4局で再び2勝2敗のタイに戻して最終局まで持ち込みたいところです。永瀬王座は藤井七冠がプロデビューして以来、練習将棋で対局を重ねてきた勝手知ったる、いわばパートナーです。その関係性ができたのは、インターネット番組の企画での対局がきっかけでした。当時藤井七冠はプロデビューしたばかり。将棋に対するストイックな姿勢から、軍曹の異名を持つ永瀬王座との顔合わせの瞬間は、重い空気が流れる、見ている方が緊張します。この対局では、自らのミスに気づいた藤井七冠が、今ではあまり見られないこんな悔しそうな表情も。この時の対局では、永瀬王座が勝ちました。永瀬先生は大変強いので、本当に教われたことは光栄ですし、これからもそうですね、同じような気持ちで戦っていきたいです。その後、永瀬王座が藤井七冠に声をかけ、練習将棋を重ねる関係になった2人。タイトル戦で対決するのは去年の棋聖戦以来、今回が2回目です。少しでも何とか成長したところをこう見せられればなというふうに、思っています。実績と勢いと実力を兼ね揃えている藤井七冠で、本当にとても厳しいとは思うんですけど、皆様に良い将棋をお見せできればと思っています。藤井七冠が史上初の八冠制覇か、永瀬王座が望みをつなぐか。京都に来ています。我々は歴史的瞬間を目の当たりにするんでしょうか。こちら王座戦第4局が行われています、ウェスティン都ホテルです。歴史が変わる瞬間を見るために、対局場となったホテルには多くのファンが。今ちょっと時間を使われているので、実は電車の中でもずっと心臓が痛い思いをしながら来たんですけれども。そうか、藤井さんがちょっと長考しているという。そうですね、気持ちは親戚の子か孫の子今までのね、逆転というか、最後の最後でひっくり返してきているので、今日もなんかそういうことがあるんじゃないかと期待して。世紀の大一番は今夜勝敗が決まります。